キンプリ、二人体制で t v 初歌唱。ネット感激、可能性しか感じなかった、見事すぎて泣いた、二人の良さがある。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。TBS 系の音楽番組、CDDV ライブ、ライブ。 ガイツカに放送されキ n エヌ・ジー・アンド・ピンスが出演した。長瀬角と高橋山の二人体制になってから初のテレビ番組出演でパフォーマンスを披露した。ネット上でも大きな話題となった。最新曲、何者の,のジャケット写真の衣装でステージに登場。緊張気味ではあります。ネット固めの端に対して長瀬は結構今ワクワクしてます。 心込めていい曲やということができるんですけど見てくださった方々の気持ちが少しでも軽くなれば、そして背中を押せるパフォーマンスができればと話した。高橋は金プリチーム一丸になって作ってきた曲なので、今日が嬉しい日でもありますし、皆さんにとにかく楽しんでいただければ、とアピールした。二人体制発のパフォーマンスでは何者、 と、名もなきエキストラのスペシャルメドレーを披露。このステージにネット上では、お帰り、このステージにこれからの金プリに可能性しか感じなかった。ああなんかもう見事すぎて泣いた。金プリ大好き。もうすべてが良すぎた。最高だよ。ちょっぴり寂しさはあるけど二人は二人の良さがあるね。二人ともめちゃくちゃ目がキラキラしてた。といった感激の声が相次いだ。 5月22日をもって平野氏を、岸優太、神宮寺優太が脱退。平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所を退所した。岸は9月30日に同事務所を退所する。長瀬と高橋で新たなスタートを切るべく、21日に新体制第1弾として13枚目のシングル、何者、が発売されることが決定した。放置新聞社。 キンプリ二人体制初パフォーマンス、安心したって言ってもらえるように。連会グータッチにファン号泣。長瀬角と高橋海人、高イコールはしごだか、の二人体制となったキング、リンチェプリンス5日、TBS、C、D、DV、ライブ、ライブ、2時間スペシャル後、7時に出演した。 5月22日にキシユ平タ、ヒラノシヨウ、ジの3人が脱退し、翌23日のデビュー5周年記念日から新体制となってから初の音楽番組出演となった。番組冒頭、マックノエトウアイアナウンサーから意気込みを聞かれ、長瀬は、すごく楽しみです。僕ら2人らしく、僕ら自身も楽しんでパフォーマンスできたらなと思います。 と伝え、高橋もうなずきながら視聴者に向けて手を振った。キング・リンチェは新体制初シングル何者21日発売をテレビ初パフォーマンスパフォーマンス。さらに、シングル収録曲名もなきエキストラとのスペシャルメドレーを披露することに。 VTR では演出プランを話し合う打ち合わせの模様が流れ、永瀬は二人が歌ってて楽しい曲っていうところを一番大事に曲選びをしていて、と話し、高橋も二人の距離感というか俺らの関係性とかもすごい見える曲だと思う、と選曲した2曲を紹介した。高橋は見てもらって安心したって言ってもらえるように楽しんでやりたい。 2発目なので、なるべく豪華に行きたい。と、ド派手な演出をリクエスト。キャノン、ジュービングライト、フラッシ、ミラーボールと、やりたいこと全部の背の解く盛りステージを前に江藤アナに心境を聞かれると、緊張気味ではありますね。という高橋に対し、長瀬は、結構ワクワクしています。と、対照的な表情を見せた。一曲目の、 何者は、最初に二人がグータッチしてからスタート。ストリングスやホーンセクションを交えたバンド声援奏で歌い、続いて名もなきエキストラへ、マイクスタンドを使って熱唱し、きらびやかなステージを終えた長瀬は、ピースサイン、高橋は右手を高々と掲げ、二人揃って、ありがとうございました、と深々と一礼した。 ネットでは、連会が最初にグータッチしたところで、類戦崩壊してしまった。グータッチしたところから、号泣してしまったから、と胸を打たれる声で溢れ、ところどころ双子感あってかわいい。レ安心できるように頑張ってくれてありがとう。連会のハーモニーと笑顔で安心した、という声も寄せられている。